あ、違うな、熱海富士じゃない、ごめんなさい。あ、違いますね。この関取になると、この座布団というのが、自分の座布団がこれ持ち込めるわけですよね。そうですね、幕の内になるとね、はい、重量は、あ、そうですね、幕の内ですね、はい、ないんですけど、はいはい、まあ、回しと一緒にいるですよね、うん、熱海富士はね、はい、熱海富士はこの回しを先場所までの銀からまた以前使っていた赤に戻していきました。いろいろ験担ぐとか負けるとね変えるんですよね、うん、はい、で調子が良くなったらそれを使い続けるという、うん、あんま急激には言えないですよね、当たりをというわけにはいかないですよね、はい、あの付き人さんたちが準備する時間もあるし、まあそうですよね、何日かぐらい前から、あとは付き人頭が気を使ってくれて変えてくれたりね、あ、化粧回しとかね、はい、さて熱海富士を背中ご覧いただきました。時間になりまして、うん、タオルで体を拭きます。阿炎は今場所10勝目。阿炎の下がりももうだいぶ使ってるんじゃない、割れてるから、あ、ノリでがっちりやるんだけど、はい、本来はノリで固めるんですよね。もしかしたらゲーム担いでるかもしれないですね、これでいこうとかね、だいたい2個ぐらい作るんですけどね、はいはい、1場所、あ、確かにちょっともうしなってますね、うん、大きいからね、はい、もものところで崩れていくんですけど、さあ当たっていけるかな、多分、うん、アビは何するか分かんないっていうのがあるので、アビは3敗です。先頭星の差2つで追いかけます。まだ可能性はゼロではありません。立ち合いです。張っていく、勝っていく、阿炎攻め続けました。阿炎の勝ち、勝って11番3敗を守りました。いい攻めでした。拍手いきましょうかね、はい、何をするか、何をするかわからないのでね、阿炎、私は阿炎で、はい、赤瀬さんね、熱海富士で、熱海富士はね、前に出てくるじゃないですか、はい、当たってくる、はい、来るけど、やっぱり阿炎は何するかわかんないですよね、立ち合い変化したりね、うん、するから、そこを阿炎は分かってるから、うん、この柔らかいからので相手のタイミングを見てついたらもう先に行ってるんですよ、はい、もうここで行きたいけど熱海富士は怖いから出れないから様子見ようっていうところでもろ手を行ってるんですよ、うん、もうこの一発でね、あの完全に熱海富士の状態が上がって攻めやすくしてるんですよね。今日はちょっとアクションでね、立ち合いを中心にちょっといろいろやってるんですけどね、はい、先手必勝という言葉がありますけど、まさにそんな立ち合いでした、うん、これ持って、ね、これ左から熱海富士も張りに行ってるのかな、うん、でもいつも熱海富士はもう少しこの丸いね、ボールのような体をボーンとぶつけていくけど、それができないとね、やっぱり何するかわからないっていうのがあるんですよね。そこでやっぱね、この手足が長いのがこうなると有利です、はい、そうなんですね、届きますからね、届くから、はい、勝った阿炎が11番です。11勝3敗でまだ可能性はゼロではありません。1敗力士がいずれもこれ敗れると、今日明日敗れると星が並びます。阿炎いい体になってますよ、非常にね、今場所は攻める相撲、それから引く相撲とうまく噛み合っております。勝った阿炎の相撲をご覧いただきました。さあ引き続き阿部も大相撲ライブをお楽しみください。この後は裏の取り組みです。